中国人民解放軍中マカオ部隊大化人民解放軍中マカオ部隊はマカオの防衛を担当する中華人民共和国本土から派遣されている中国人民解放軍の部隊である。返還に伴いマカオに進駐する人民解放軍ポルトガル軍が1975年12月31日をもって撤退したことによって 軍事的には空白地帯であったマカオに防衛と治安維持目的で進駐した。1999年4月10日に公衆軍区各部隊より抽出して編成、同年6月28日に第9回全国人民代表大会常務委員会第10回会議で中華人民共和国マカオ特別行政区中軍法が通過。同年11月10日に 中国人民解放軍中マカオ部隊の編成が完了。同年12月19日、中国中央軍委主席の江沢民が、中国人民解放軍中マカオ部隊の、マカオ特別行政区への進駐命令を加盟。翌日正午に司令官劉越軍以下約500名の中マカオ部隊が、主海駐屯地よりマカオに進駐、新港岩の流星大火を臨時駐屯地とし、 中馬カオ部隊は中国人民解放軍が特別行政区に派遣した二つ目の部隊となった。2002年にこの後特製ボワンダイウマジに中屯地が完成。2004年12月3日には新港岸に司令部のビルが完成。なお解放軍中馬カオ部隊総部隊かとした。2017年8月25日、マカオは 台風13号によって、甚大な被害を受けたことから、マカオ政府の蔡都市安行政長官が、中国政府に、人民解放軍の災害出動を要請。中マカオ部隊が、瓦礫撤去等の救援活動を行うために、出動した。マカオに、人民解放軍が出動するのは、これが返還後発となる。規模はおおよそ1000人、主力は陸軍であるがわずかながら、空軍。 海軍の将兵も含まれる。現任司令官は、宿慶制多行。現任政治委員は、虚進林少将。竜越軍、竜根下、大玉仁氏宿喜び制、大文が検証竜良外。陽忠元も文り分を超存上、虚進林は必ず強調査としたけし。ありがとうございます。